さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。107回目の今回は、投手として、当時の最多登板を記録した選手の紹介になるよ。その選手とは、南海、阪神、大洋、阪急に在籍していた、池内豊選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。池内豊、1952年4月7日生まれの69歳、香川県大川郡志度町出身の元プロ野球選手だよ。引退後はコーチ、独立リーグ監督を務めているよ。志度商工ではエースとして活躍したが、3年時の1970年には、夏の甲子園香川大会準決勝で堺で商工に敗れるなど、春夏とも甲子園と無縁であったよ。そして同年のドラフト4位で、南海ホークスに入団したよ。池内は1971年10月にデビューを果たし、1972年8月には初めての先発も経験したよ。しかし1973年以降は、一軍のマウンドから遠ざかったため、他球団でのプレーを望むようになったそうだよ。その後一軍での登板はなく、1976年、春季キャンプ直前の1月に、江夏、望月との交換トレードで、江本、島野、長谷川と共に、阪神へ移籍。この移籍を機に、中継ぎ要員として吉田監督に重用されると、一軍公式戦で南海時代の総登板数を上回る21試合に登板。シーズンオフには、控え捕手の片岡のサポートを受けながら、投球フォームの改造に着手、サイドスローやアンダースローへの挑戦を経て、スリークォーターに転向したよ。1977年は36試合に登板し、この年から8年連続で、一軍公式戦30試合登板を達成。1978年には、7月から先発陣の一角として起用され、現役時代唯一の完投勝利を含む、自己最高の9勝を挙げたよ。1979年には、先発と抑えを兼ねながら、5勝5敗13セーブ、防御率 3.67 を記録。1980年には抑えへ専念すると、4勝4敗8セーブ、防御率 4.02 を記録し、2年連続でチーム最多セーブを挙げたよ。1982年には、当時のセリーグ公式戦歴代最多で、日本プロ野球公式戦歴代5位タイの、シーズン73試合登板を達成しているよ。1984年は、33試合に登板し2勝2敗、防御率 3.41、そしてシーズン終了後に、長崎との交換トレードで、大洋ホエールズへ移籍。1985年は23試合に登板し、防御率 4.97 を記録。そしてシーズン終了後に、球団から戦力外通告を受けたよ。阪神が球団史上初の日本シリーズ制覇を果たした、同年の11月2日に、阪急の入団テストに参加。テストに立ち会った上田監督からは、練習不足を指摘されたものの、今日決めてくださいと、上田へ懇願したことから入団が決まったよ。池内は、阪神時代の1983年から、自分のイメージ通りの投球が、少しずつできなくなっていたので、環境を再び変えることで、自分自身と勝負したかった。あと1年阪神にいたら、日本一のメンバーになれていたかもしれないが、悔いなど感じたことはない。むしろ、阪神時代の対戦で苦手にしていた、長崎さんと対等に評価されたことを誇りに思う、と述べたそうだよ。ただ、1986年には公式戦5試合の登板に終わり、この年限りで現役を引退したよ。引退後は、阪急とオリックスで、打撃投手やスコアラーなどを歴任。1994年から1999年までは、二軍投手コーチとして、平井などの成長に貢献。2000年から中日へ移籍し、2001年まで二軍投手コーチ、2002年のみ二軍育成コーチを担当。2003年から2005年までは、韓国プロ野球の、キアタイガースの投手コーチを務めたよ。2006年から、動作解析担当として中日に復帰。二軍の投手と一軍投手の投球フォームを撮影映像で比較しながら、高橋二軍投手コーチとの相談を通じて、二軍の投手に改善のポイントを助言する役割を担ったよ。そして2008年限りで再び退団。2009年には、門田が最高顧問を務めるホークスドリーム社で、営業部長をしていたよ。2010年には関西独立リーグの、神戸ナインクルーズ監督に就任。リーグチャンピオンシップは2連勝で、後期優勝の奇襲を下し、同年の年間王者に輝いたが、神戸球団は1シーズンで解散。ホークスドリーム社に復帰するよ。2011年から、兵庫ブルーサンダーズが参入したことに伴って、初代監督に就任。2013年から2017年までは、投手コーチ兼2軍監督を務める傍ら、球団と提携している、芦屋学園ベースボールクラブの監督も任されていたよ。そして2019年から、奈良県大和郡山市を拠点に活動するクラブチーム、奈良ディアーズ初代監督に就任。
また2022年開催予定のワールドマスターズゲームズ関西では公式野球競技の登録チームであるチーム豊かの指揮を執ることが決まっているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、トレードによって自分自身の活路を見出した選手だと感じたね。南海ではほとんど登板はなく、その後阪神へのトレードで開花。その中で当時の最多登板の記録も残したことで、球団の環境によって選手自身の実力が発揮できるできないがあると、改めて感じざるを得ないね。それにその後も、コーチとして若手の実力向上に努めたりと、自身が苦労した経験が生きているんだろうね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。